バルミエラは、ラトビアのビドゼメ地方にある、同地方最大の町、バルミエラ州の中心地でもある。人口は2002年で27,323人、2008年では27,569人で、面積は18.1平方キロメートル。首都リガから北東に100キロメートル、エストニアとの国境から南に50キロメートルのところにあり、いくつもの幹線道路が交わる。 交通の要衝になっている。市街はガウヤ川の両岸に築かれている。この一帯はラトビアで最も古い地域の一つで、9000年前の住居跡が発掘されている。街の名が最初に文献に登場するのは1323年のことで、ボルデマールの都市スタッドオールデマースと見えるが、実際にはリボニア騎士団の頭だったビルケンフォン・エンドルプが ガウヤ川岸に城とカトリック教会を築いた40年ほど前には町が出来上がっていた。14世紀には16世紀にはハンザ同盟に加入し商業と社会運動が活発に行われた。大北方戦争中の1702年には焼き討ちに遭い焦土と化した。東西冷戦では町の 17km 南にリエッパ空軍基地が置かれた。今日この町は ビドゼメ地方の文化と行政の中心地になっている。1919年に開場したビドゼメで、唯一の商業劇場、バルミエラ劇場ビルミューリス・キトリスがあるほか、大学も置かれている。バルミエラ市は、ビドゼメ地方の生活の質を改善させるため、北部のゴミ管理システムの構築など様々なプロジェクトに取り組んでいる。上下水道の開発にも取り組んでいるが、これは、 経済システムの近代化によって実現しかけている。他にも決済システムの改善や、熱電発電所の建設、オリンピックセンター用のスポーツ施設の建設などが計画されている。町は産業の中心地でもあり、その中でも牛乳、肉、穀物などの食品産業、グラス製造、金属在庫、木材加工、家具の製造などが盛んである。ありがとうございます。